ボンジョーノー、あっちゃんです。今日はね、5月の4日、水曜日、ゴールデンウィークの真ん中日ぐらいなのかな。はい、ということでね、まあそんな関係ないんだけど、血圧を測って、で、自分とね、過ごしましょうか。今日ちょっとね、お買い物行こうかなと思ってね。動き回ってトイレ行ったり水汲んだりしてるから、147の97、はい、147の97、147の97 59、完了。1日1リットルの塩水をね、また最近ちょっと飲むようにはしてんねんけどもね、やっぱりちょっと飲めてなくてね、この間どうもやっぱり水分が足らんかった気がして、1日1リットル以上の水を飲まへんかったらね、頭痛がするんやっぱり。それ飲むようになってから頭痛がマシになった。暮らせたらなっていう話をしとんねんけど、なかなかね、いつになることやらって感じ。うまくいってね、来年の今頃は一緒にいれたらなって思うよ。なかなかうまくはいかない。それも人生なんかなのって。一緒に暮らしたいな。変な顔してる。やっぱりこうね、
一緒に暮らして一緒にね、いいものを食べて、いいもの、健康的なものを食べて健康に生きて、やっぱりね、お互いね、ある程度の年まで好き勝手好きなもの食べてきてるからこそ、今からでも遅くないからね、体にいいものを食べて、ちょっとでもね、一緒にいる時間を長くしたいなって思うのに、うまくいかへんよね。かっちゅって今いいもん食べてさあどうなのかって言ったら、あっちゃんも食生活改めてから1年経つけど、脳出血したりね体にいろんな異変も来てるけども、でこういうのもね、やっぱり徐々に徐々に変わっていくから、すぐには変わらんから、だからこそ一日でも早く一緒に暮らして一緒なもん食べていきたいって思うんやけどね。でも一緒に数日食べてるだけでやっぱ体が違うっていうのも気づいてるはずやしね。添加物を抜くだけで全然体がちゃうからね、そういうのも大事なんよね。またこれもね、でも言ってもあっちゃんが脳出血するだけに信憑性がないからね、みんな信じてもらえへんかもわからへんけど、いろいろとあるのよ。で、その中でやっぱりなんていうのかな、そういう食べ物一つでどんだけ変わるのかって言うと、かなりやっぱり人間の体って変わるんよね。やっぱりそれを今やって今すぐじゃなく、何年も何年も続けることが大事だから、始めるのが一日でも早い方がいいねんけどね、なかなかね、洗脳された世界で生きてきたやつには分からへんのかも分からへんけどそういうのも、でも気づいてるんやと思うんだけど、なかなかね、強情なんや。変な動きしてる、してるからね、分かってるんやろうけども、やっぱり今まで生きてきたそのね、どこからこっち来るっていうのはなかなか踏み入れつけない、難しい。あっちゃんもそうだから、今の生き方変えるって難しいから、お互いにね、お互いにだからいろいろ変わっていくけど、それを受け入れていかんと何も変わらへんしね、何も変わらへんかったら何も進まないと思うから、全てをパッて言ってしまったらいいんだけど、なかなか動画では言えへんとかやねんけど、まあ早く一緒に暮らせることを願ってるあっちゃんです。今日はこの後またちょっとお買い物行ってね、ちょっと色々、一緒に入れる時は一緒に楽しもうと思うあっちゃんでした。またね、バイバイ、早めに散漫して出かけよう。